ロードバクシン。ロードバクシンは日本の競争馬。兵庫県競馬にサラブレッドが導入されてから初の三冠を達成した。主な勝ち倉は兵庫チャンピオンシップ、菊水賞、園田ダービーなど、兵庫チャンピオンシップを勝利した唯一の地元馬、当時でもある。バレーは2000年以前は旧表記を用いる。2000年にデビュー。2連続2着の後は、 着実に勝ち星を重ね、ソノダジュニアカップで重賞初制覇。同年の兵庫県最優秀3歳に選ばれる。2001年、ソノダダービーを含む5連勝で臨んだ、兵庫チャンピオンシップは、兵庫アラブ三冠時代のクスノキ賞全日本、アラブ優秀と同様に、タチクの馬、JRA 所属などに阻まれるケースが多いが、この頃はそれほど強力な馬を送り込んできていなかった。 ことも幸いし、難関の2冠目を制した。菊水賞も制して3冠馬となる。9月のダービーグランプリは5番人気に押されたが、勝ったムガム中から8.9秒を離された大佐の、との負けを喫する。初の長距離輸送も響いたのかもしれないが、夏が苦手で体調が整っていなかったという理由も、ある。7月から9月にかけてのレースはずっと苦手の、ままだった。 2002年は、年初の六甲坂月を制し、兵庫ナンバーワンの座に君臨したものの、兵庫大商店で7歳のアラブサンバコールに全く、歯が立たず三着。主戦騎手の小牧太志が、落馬復帰明けというファンでも災いしたが、アラブとの実力差を思い知らされた一戦であった。その後、姫山菊花賞を制した後、ロードバクシンは長い間、重賞勝利から遠ざかる。 2002年の3冠を故障で棒に振った北山フィールドが復帰し、六甲坂月、張りましょう、兵庫大賞天などで4連敗するなど、2003年は重傷未勝利に終わっている。2004年に主戦の小牧太氏が JRA に移籍してからしばらくは、弟の小牧武氏が起乗し、いまいちなレースが続いていたが、兵庫リーディングジョッキーの岩田康成が起乗するように、 なって成績が良化する。張り賞以来となった姫山木一家賞では、かつての主戦であった小牧太志が騎乗する金都市パッションに頭差破れたが、くすのき賞、その金牌、有馬澄夫騎乗、半年の休養を挟んで2005年の兵庫大賞典を勝利。この年は、くすのき賞、その金牌と岩田の騎乗に起因する敗北が続き、図らずも年齢から来る。 反応の悪さを露呈したものの、2006年の新春賞で通算30勝と重賞10勝を達成した。新春賞以来で岩田の JRA 席5発となったオープン特別では、川原昭一が起乗、以前のようなエンジンの係りの悪さを見せて4着と敗退したが、続く兵庫大賞店では北山スターダムのマークものともせずに連覇。 その後3戦続けて、オープン特別を使われたが、4、3、2着という不甲斐ない結果に終わった。靴のノキは、主戦の河原昭一が、同級者のジョイレに起乗するため2年ぶりに、有馬住スが起乗。まくり気味に上がってゆく、レッドペガサスについていけず完敗かと思われたが、最後の直線コースに入ると、ジョイレの粘りはなく、花さ先着し、 重賞12勝目を挙げた。自走、その打金牌では、勝馬と大きく離れた5着に敗れたものの、重賞3勝を挙げたことが評価され、2006年、兵庫県年度代表馬及び最優秀4歳、以上馬に選ばれた。2007年に入ると、兵庫県競馬組合の公式サイトで2月での引退が発表され、その後出走した最後の重賞競争、新春賞は4着に敗れた。 引退レースは2月14日のンテレビショーで、かつての主戦、小牧太を安城に出走、逃げて、見せ場を作るも、往年の走りはなく7着となった。全レース終了後に引退式が行われた。当日は、勝負服を譲った小牧武の起乗はなく、かつての勝負服での起乗が期待されたが、レースでの着服はなく結局引退式のみとなった。引退後は、 種棒入りと見られていた銅馬だったが、生殖能力なしと判断されて、北海道競馬遺跡。銅山吉則9車の下で、再スタートが切られる予定だったが、復帰戦は熱発のため除外となり、そのまま1年近い休養を経て、小野木正弘に売却され2008年4月に、笠松競馬場の伊東京一級車へ、手馬やした。 2008年5月15日の東海クラウンで1年3ヶ月ぶりにレースに復帰。その時代より 10kg 以上重い体重ながら構想を続け、7月23日には、いびきょう特別で1年9ヶ月ぶりの勝利を挙げた。さらに8月15日の黒百合賞では発等立ての単勝7番人気と事前の評価は高くなかったが、道中広報追走から直線見事な末、 足を繰り出し、2着に一場身半の差をつけて優勝。1年9ヶ月ぶりに重傷競争を制し、通算重傷勝利数を13に伸ばした。しかし、その後のレースでは9着、3着、8着、7着と、勝ちきれなかった。2009年は、白銀走破から始動したが、6着に終わった。続く、ウィンター走破の出走を取り消すと、3月には、 野本敏子に売却され、高知競馬場の田中守九社に、天馬や、4月5日の一跡初戦で当地初勝利を挙げた。その後参戦は着外に終わったが、7月12日の一般戦で、高知一跡二勝目を挙げた。続くよさこい祭り特別では4着、竹寄別賞は8着に敗れたが、連投で挑んだ一般競争では2着と、抗争した。 しかし9月18日サファイア特別を6着と破れ、このレース後の10月6日付で登録抹消となり、以後は鹿児島県有水町のホーストラストにて予席を送っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。